はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。ここね、見てください、タッカなんとか入り口ね、高齢っていうのか、なんていうんだろうね。で、今1021で、これ頂上まで行くと1599です。はい、だからね、だいたい600メートルぐらい今から登ります。距離にして6キロね、車だと10分らしいですよ。さあ、自転車どれぐらいかかるかな。結構きついですよ、ここ、楽しみです。ではね、出発しますよ、ね、またがって行きますぜ行きますよ。そう、今日はね、ここに来たくて来ました。さあ、では出発します。なんかね、作業中みたいで、ちょっと注意して走った方が良さそうかな。はい、じゃあスタートです。さあ、平均勾配がね 9.何% なんですよ、ここ。そう、今ね、これ出てると思いますけど、距離は6キロね。ストラバだとどうなってんだろうね。あの、まあ、とりあえず6キロですわ。で、で、高低差がね、さっきも言いましたけど、600メートル、ね。6キロで600メートル。結構なんですよ。ね、9% の勾配。だからね、まあ、今ここが 9% もう超えてるわ、もう 10% っすそんな感じなんでね、もうずっとこんな感じね、きっと大変だわ。さあ、登るよ。で、今回の動画ね、3D 版リリースしますね。そっちもね、見ながら、周りの景色見ながらね、走ってじゃない、なんかこう一緒に楽しんでもらえたらいいなと思いますね。暑っ。あのね、今日はね、さっきほど10時ぐらいで、温度が15度ぐらいだったんですよ。で、今ね、まあ1時なんで、もう少し上がってるとは思いますけど、けどね、意外とね、涼しいです。こう、木陰に入るとね、ひんやり、超ひんやり。まあね、1000メートル以上の場所にいるんで、当然といえば当然です。今日はね、ロングライドでここまで、70キロぐらい走ってきてます。で、この後ね、ここ登り終わったらまた家まで70キロほど。だからね、全部でここが80キロになるんで、160キロぐらいの走行になるのかな、今日は。実はここ何年かで160キロは初です。もしかして、中学の時の150キロぐらい走ってたのをもう抜いてるかもね。けどね、中学の時はそんな測って乗ってるわけじゃないんで、どんだけ乗ったかね、よくわかんないですよ。
景色はねいいんですよここ、ね、またね頂上に行ったらちょっとゆっくり見ようと思いますけど、すごいですよけどね6キロもありますけどね、走ったら似てるかな今日、なかなか辛いっすよ。あそこめっちゃ急、やばいなあれ。何パーだろうあそこ。もう今ね10パー超えてんのよ。でもうギアはない。ゆっくり登りますか。休み、休みで。はい、このつづらでね、ちょっと、なんか緩くなります。と言っても、10%。ここで良くなるちょっとね足休めないとやばいかなぐらいの感じになってます。ずっと上からね80キロ登り続けてね、まあ下りもねちょこちょこあったにあったんだけど登ってますよ結構。
ここで回してね、足休めですわ。でね、ここ登った後は下りなんですけどね、家までもう下る下るね、家が 110m なんで、まあ一旦 50m ぐらいまでね、一番下がるところあるんですけど、今 1000m をね、それから1500まで行こうとしてる。ここから一気に降りまくります。寒いよねきっと。ここはね、次の木が大好きだ。藤の木と笹に囲まれた感じ。ギアはもうない。でね、上に本当に簡単な展望台があって、そこで休憩するのが楽しみです。とにかく登ってね、ずっと 10% よ。やっぱね、これだけ登ると、心拍数も上がりますね。なんかいい感じで140まで上がってます。名古屋からも遠いんで、なかなかね、来れないですけどね、お越しの際にはぜひ登ってみてはいかがしょう。天竜川の上流だからね、浜名湖の方から上がってくる人もいるかもね、浜松から。10% を超えてます。12か3ぐらいありますね。このね、手元の勾配系ちょうどもしかすると映んない位置にあるかな。機械式の勾配系です。今もう映ってないんだよね、これ。
ね、2キロですよ。まだ3分の1です。まあけどこれで3分の1来れたってことは、このままのペースで上がっていけばいいのかな。どうなんだろう。ちょっと良くならない。ドリンク飲もう。なんか車の音するかな。これの音か。こんにちは。見えるんですよ。すげえ。このねガードレールなかったらね、きっと皆さんにも見せてあげられると思います。2.6 ですね。もうすぐ3キロですね。半分です。
ょっと緩くなったよ。筋とかきつかったね。全部休むダンシングで切りに来たけど、やばかった。3キロ超えました。半分超えましたね。あと半分です。よし、いきますよ。常に勾配 10% だわ。すごいわ。ずっと 10% に設計されてるよね、ここのとか。まだまだ。まだまだ 10% は続く。あ、ここゲートがあるんだね。冬季閉鎖なのかな、ここから先は。だけど今日は大丈夫。けどゲートの向こうってきつくなるっていうジンクスありだよね。2% ほど上がってますね。 3% か。 13% です。これでほぼ平らに近い状態が一応きます。はい、ああ、ここから上がったり下がったりですね。なんかすげえな。荒い、下がるってほどではないか。荒い感じの坂になってますね。その分、その後が切る。ああ、後半はね、足に来るよこれ。緩くなったりきつくなったりが続くんで。
ね、本当に頂上まで行くんで、こうやって上がまだ見えてるってことはまだまだあるってことですよ。この坂はつらい。15% もいかないんですけどね。緩い、きつい、緩い、きついが続くと足がやられますね。ギア選択は苦しい。踏みダンシングで、少し休みだな。バイクか。長いまっすぐな激坂っすよ。これ見せられるとね、もうね、心を奪われますよね、坂に。よっしゃー的な。クソこの野郎みたいな。これもうラストかな、多分次の辻輪がラストかな。まだかな、距離的にはまだかな。どうだろう。ああ、もう直線、もうすぐや。ああ下るし、本当に下ってんのかな。下ってないんだ、下って見えるだけだ。そこでスピード乗っといて、その後もすごい。いいぞ。
16だ。あと1キロぐらいかな。だいぶハム来てるよ。まだ続くか。4.8。実際ね、ラップちょっと遅れたんで、どれぐらい遅れたかな。わかんないけどね、この開け方近いよ。あ、もう頂上っぽい。あれそうだよね、多分旗が、風緑じゃない吹き流しが大切になるよ、最後。ラスト9。といってもこの緩いとこか、 3% から 4% かからの 5%、 10%、 12%、 13% けどラストっぽい。うん、植木がない。よし、ラストだ。暑い、木陰なしで暑いぜ。いいね、高い、この高い山。展望台見えた。さあ、ここはどこよりも高いよ、この辺りで。ラスト、よっしゃ。よっしゃ、来たぜ。ゴール、はい、来ました、ゴールです。はい、ちょっとぐるぐる回ろう、足を休める。はい、見てください。標高1573.6メートル。はい、
こっちが山、こんな感じ。どうすかねえ、こんな感じ。すごい。ねえ、こういう感じですよ。はい、すごいところでしょ。ではですね、この長者峠だっけ、なんだっけちょっと峠の名前忘れちゃったんですが、はい、ここね登ってきました。はい、ではですね、今回はこれで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。